あのね普通にかっこいいバンドのボーカルの方と飲んでて帰り道高架の下歩いた時に若いホームレスの方がいたんですよねでもなんかスマホ自分の方に向けて言ったら掲げてたんですよ珍しいホームレス配信と思ってでもよう見たらヘズマ流や。 さんは青白王子の,あの家からえそこでまあ言葉ありですけどオフ箱しませんかっていう DM を送ってでそればれてあの言ったらもう追い出されたんですよ。で品川まで駅まで行ってしてるでしょ品川駅のところで誰が山口帰るかこらって言って渋谷におってんけどでもいざ見たらやけどあれ多分これもう営業妨害というかあの人どこまで本当なんかなとか演じてんちゃうかなと思うんですよね。 ああ普通ですよ全然で僕なんか向こう知らなかったですけどもう普通にええ子「風邪ひかないでくださいね」っつったらちょっとだけなんか悪ぶって山口弁で「分かっちょるわ」みいは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 いこれ多分んえ正月からヘズマリューあかんよ平日からヘズマリューもあかんよなんでヘズマリューの話あかんの いやでもなんかいろいろ計算あるというか裏でなんかシナリオライターおるんちゃうかなわ分かんないよヘズマ流はねヘズマを動かしてる人がもっと怖いやつがいるんだ何やったっけなあの YouTuber でさあの可愛らしい女の子がさ出てくるやつね天智文じゃないバイヨンバイヨンバイヨンじゃないなんか結構さその大阪のさ話をめっちゃする女の子の草間弥生草間弥生いいかい水玉の鬼じゃんあの人は 草間彌十の天才や水玉のすごい色使いあの人は草間うからさん YouTube やるんやろ水玉じゃねえやったらどういう髪型はどんなの分かんない顔とか髪型なんか若いよ20代前半ぐらいの女の子よへえかわいち一うっていう子あ知らん関西弁なんですか知らん絶対知ってる関西の女の子ですごいな一人でずっと永遠しゃべんねんけどそう喋ってる内容が 大阪の若手芸人の情報とかめちゃくちゃ知ってんよ好きなんですね芸人がすごいおしゃべりうまいねん20代前半の女の子とは思えへんぐらい大阪の俺らの情報ベース吉本の内部の情報とか師匠連中のエピソードとかつらつらとしゃべんねやんかもうその女の子が俺らのあの時代を知ってるはずがないやんいや確かにだからそこにブレーンがおそらくおるんちゃうかもて で俺その子ずっと調べてたら結構みんな憶測でいっぱい書いてんねんけど一番多かったんがガリガリガリクソンで書いてたんうわ怖っそうそういや彼はやりますよななんかそんな感じすんねんだからエピソードとかめっちゃ詳しいからさちょっと正月からん。ヒズマ流。うガリガリガリクソン草間彌生さんやめよ草間彌生さんお前が言うたんやでええねん別に草間彌生さん言うても。